直列4気筒、直列4気筒、直列4気筒とは、レシプロエンジン等の形式の一つで、シリンダーが一列に4本配置されている形式。当記事ではもっぱらピストン式内燃機関のそれについて述べる。主に、排気量1リットル、リットルから2.5リットル程度までの普及価格帯の車両に搭載されることが多い。車体の進行方向に対して、 縦向きに搭載されるエンジンを直列4気筒、横向きに搭載されるエンジンのことを並列4気筒と呼び、区別する場合もある。正確にはどちらも直列エンジンである。縦置き、横置きの区別なく、インライン4、イオンと呼ばれたり、書かれることがある。少し以前には、ストレート4、ー、S4、L4 が主流だった。日本国内での呼び方は、 直四が主だったものである。現在では中型、小型の自動車、前輪駆動の場合は横向きに搭載される場合が多い、及び四気筒エンジンを搭載するオートバイ、通常は横向きに搭載されるが、BMW の四気筒搭載車種では縦向きに搭載されるものもあるのほとんどがこの方式を採用している。直列四気筒エンジンでは二次振動が問題となる。 そのために自動車用としては、小排気量から中排気量までのエンジンとして使用される。二次振動を低減するために排気量の大きい、おおむね2.0リットル以上時価4エンジンでは、バランスシャフトが使用されることが多い。このバランスシャフトは、互いに逆回転する2本1体の重り付きシャフトを、クランクシャフトの回転数の2倍の速度で回転させる、ことで二次振動を相殺する。 直列四気筒エンジンは、元来は小型車から中型車クラスをカバーする約一点零リットルから約二点五リットルの排気量のものが多い。市販された自動車用ガソリンエンジンで最も排気量が小さい時期4エンジンは、九百六十一年の軽自動車マツダキャロルのエンジン、排気量三百五十八 c c のオフエンジンであったが、九百六十三年の 軽自動車ホンダ T360 のエンジン、排気量 354cc の DOHC エンジンにより更新されている。軽自動車の排気量が 660cc に変更されてからもこのクラスの時期4エンジンは量産されていた燃費にシビアな時代背景から熱効率面で勝る直列3気筒に移行が進み、2012年8月にダイハツコペン。 初代の生産終了をもって、直期4エンジン系自動車は全廃された。一方で、大廃棄量のものとしては、三菱自動車が、ランチェスターの法則で知られるフレデリック・ランチェスターが、考案した、ランチェスターバランサーをベースに、サイレントシャフトと呼ばれる独創的なバランスシャフトを開発し、三菱、ジープや三菱、スタリオンは2.6リットル、2555cc を実現。 後にこの技術を採用したポルシェ968は3.0リットル 2992cc という大きな排気量の磁気温エンジンを使用を実現することができた。しかし近年のディーゼルエンジンでない最も大きい排気量のエンジンは1961年のポンティアックテンペストの3.2リットル 3188cc195 エンジンである。 基本的に、このクラスの排気量は、直列6気筒や V 型6気筒が主流であったが、昨今は直噴火により、ノッキング問題が緩和されたこともあり、全長が長い磁気力や、熱対策で劣る V6 エンジンを直4ターボエンジンに置き換える事例も、登場している。なお、火炎電波の問題から、ボア系に限界がある、ガソリンエンジンと異なり、トラック等に多用される。 ディーゼルエンジンでは気筒あたり 1000cc を超える大排気量のエンジンも使用されている。かつて路線バスは無下級の磁気6エンジンが主流であったが、排ガス規制強化によって磁気4ターボエンジンに置き換えられるなど採用が進んでいる。20世紀末から21世紀初頭において、ロードスポーツタイプのオートバイのエンジンには直列4気筒が用いられることが多い。 最小のものでは 250cc から最大のものでは 1400cc までのエンジンを採用した車種が各社から販売されている、あるいはされていた。市販オートバイ市場は元グッズが製作した 231cc のベネリ、元グッズ254である。レース専用車両では1960年代に ホンダが 125cc の RC146 を製作後に世界最小の直列後気筒エンジンである 125cc の RC148、149の製作につながっている。逆に市販オートバイで現在のところ史上最も大きな排気量のものは川崎 ZX-14R の 1441cc である。 古くは1910年代に縦置き直列4気筒を搭載したの事例が存在するが近代的な直列4気筒を最初に搭載したオートバイは1966年にメガボルトアグスタが発売した DOHC2 バルブのメガボルト600である。しかしメガボルト600の生産数量は限られており1969年に ホンダが発売した最チェシーにバルブのホンダドリーム CB750-4 が実質的に近代的な直列4気筒を最初に搭載したオートバイとすることが差は、CB750-4 の爆発的なヒットによりその後のオートバイ用エンジンの主流が直列4気筒に移る契機ともなった今日ではクルーザー型オートバイやオフロードバイクスクーターを除いて ほとんどすべての形式のオートバイが直列4気筒を搭載している。BMW など一部のメーカーは縦置きエンジンの直列4気筒を販売しているが、その他のメーカーはほぼすべて横置きエンジン形式である。2ストローク機関においては、1954年にスペインのデルビが用のロードレーサーのデルビ4を製造しているが、エンジン破損でリタイアし、 その後市販車両が発売されることもなかった。ロードレースにおいては、ヤマハの 500cc ワークスレーサーユーザー500による採用が著名で、1973年の20から1981年の5 3までこの形式が採用された。1976年には 500cc の23をベースに 750cc にボアアップされたユーザー750も登場。 市販ロードレーサーの TZ500、TZ750 としても市場投入された。軽自動車などにおいては、低回転域のトルク特性などを考慮して、直列3気筒にエンジンの主流が移っていった経緯があるが、オートバイにおいては、ある程度まで、それを犠牲にしてでも、高回転域を重視したセッティングを行えるため、パワー特性と製造コストの兼ね合いから、最もバランスの取れた。 直列4気筒が広く用いられるエンジンとなっている。なお、2009年のヤマハユースフ R1 は、クロスプレーンクランクシャフトを採用し、不等感覚爆発エンジンとした直列4気筒を搭載し、低回転域でも安定したトルクを得ることにも、成功している。また競技、モートジップ用のヤマハユーザー M1 でも、早く乗りやすいマシンとするために、不等感覚爆発となる。 クロスプレーンクランクシャフトを採用している4、ストロークの通常の直列4気筒エンジンは、180度ずつ、位相をずらして点火タイミングが720度中、1から3から4から2、1から2から4から3の例もありの順で等間隔に点火される。これに対して、2ストローク2気筒同爆エンジンでは360度中、1から4と、2から3の2気筒ずつが等間隔で同時に点火される。 高出力下には90度間隔で1気筒ずつ点火した方が有利だが、ピストンの往復が1から2気筒と3から4気筒で、対象にならず1時の空力振動が発生してしまう。2気筒動爆レイアウトでは4ストロークと同じく一時振動が発生せず、また均等爆発2気筒エンジンと同様の力強いトルクが得られる特性になる。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。 クリックしてください。